天理駅は奈良県天理市川原城町にある西日本旅客鉄道近畿日本鉄道の駅である。近鉄天理駅に乗り入れる京都駅の急行電車天理市の代表駅である。もともと別々であった日本国有鉄道と近畿日本鉄道の天理駅が統合されて新しい天理駅が設置された経緯から地元では 天理総合駅とも呼ばれており、天理総合駅前交番など一部の機関名にも、この名が使用されている。JR 西日本の桜井線と近鉄の天理線が乗り入れ、接続駅となっている。天理線は当駅が終点である。桜井線については、路線案内上では、万葉真ほろば線で統一されているため、以下、万葉真ほろば線と記載する。近鉄には、 H35 の駅番号が導入されている。ホームは、高架の2階にあり、島式にメイン4線であるがこのうち通常使用されているのは3.4番乗り場のみで、1.2番乗り場は団体専用ホームとして使用され、普段は早朝にレールの錆取りを兼ねて改装車が入線する程度で、ホームへの階段は閉鎖されている。改札口は団体専用のものも含めて1階にあり、 降下した1階の南側が JR の駅施設となっている。1965年の高架化当初は2018年、現在と乗り場の番号の振りが逆で、現在の通常ホームが1.2番乗り場、団体専用ホームが3.4番乗り場だった。王子鉄道部が管理している直営駅で IC カード乗車券 ICOCA の利用エリアの近畿圏エリアに含まれている。 自動改札機とエレベーターが設置されている。乗り場天理電流線駅の北方には留置線があり、日中は臨時列車、夜間は大和寺線、奈良線の列車が留置されている。以前は天理駅一番線及び留置線は非電化であったが、2008年3月15日の大阪東線開業により、奈良電車区構内及び王子駅留置線が過密化するために電化された。 合わせて乗務員宿泊所も設けられている。天理線は1階に JR 西日本とは直角に西方から乗り入れている。ホームは東端式ホーム4面3線を有する地上駅で、駅西側には引上げ線がある。普段は2番乗り場と3番乗り場を使用しており、天理橋月時祭などの際は1番乗り場を使用することがある。乗り場駅構内の様子定期外利用者で最も、 多いのは、天理教本部へ向かう同教信者の利用である。毎月26日の月次祭をはじめとする祭礼時には、近鉄、JR ともに、臨時列車や団体専用列車が運転され、多数の信者が乗降する。その間は、臨時ダイアグラムになることもある。奈良県統計年間、天理市統計情報によると、1日の平均乗車人員は以下の通りである。 JR では、桜井線の途中駅では、最も多い。近年における、当駅の1日乗降人員の調査結果は、以下の通り。駅前の様子駅前広場にできた、古夫府天理市、コミュニティバス、伊調号、小原線の標中奈良交通による、路線バスが運行されている。天理よろず相談所病院の外来休診日である、土曜、休日、年末年始、 4月1日は以下の通りになる。2021年4月1日のダイヤ改正で、天理・ヨロズ相談所病院で、すべての土曜日の外来診療が休診となったことに、伴い、土曜に、憩いの家外来胸を経由していた系統は、憩いの家外来胸を経由しない系統に変更された。天理市、コミュニティバス、伊チ後高速バスは以下の路線が運行されている。 ありがとうございます。